めっちゃ眼鏡曇っとる。なんかさ、もうめっちゃ愛して言うようになってから何回も遠征してるけどさ、未だに何を追ってったらいいかわからん。マジやばい。おはよう。おはよう。姉ちゃん。今日はツアーです。チケット外れた、ありゃ。ね、寒い。東京寒いかな。駅ある。めっちゃ眼鏡曇る。ミラノ州今日ナースさん誕生日だ、おめでとうございます。もちろんちゃんと LINE しましたよ、ナースさんに。めっちゃ風邪ひいてる。つらい、つらみ。真実ハート1000個ありがとう。やっぱメガネ似合わない。メガネの自分が画面に映ってるともうあーってなる。
近いけど眉毛だけパッて描いた。土平月だわ、まだ。お腹痛いな、かわいそう。ニコ玉見てね。あ、そうじゃん、ニコ玉じゃん。頑張ろう。眠たいにゃん。朝ごはん食べるの忘れた。の公式マーク、うん、もう別に使わなくていい感じ。カツヤ阿部ありがとう。おはよう。おはよう。今日も一日頑張ろうね。応援してます皆様。皆様という君のことを応援してます。でこんな寝ぼけ放り出してもって感じ。公式か、福田は。しょうがにゃんにゃん。かわいい。今日はショールームできません。夜梅リンゴ、はあ、このとんでもなく眠そうな顔を収めとこう。メールで送るかも、送んないかも。寝れるかな、新幹線。新幹線寝れるかな。はぁ、両サイドがメンバーだったらいいんだけどな。メンバーじゃないかったらさ、どこで降りるか分かんないからさ、起きとかなきゃさ、なんか途中でなんかすんませんすんませんみたいになるからね。てか別にあれだな、緊張しなくていいよな、自分に言い聞かせる。緊張するから、緊張してから。お、アイロンつけっぱだった、もったいない。熱入れとこう。緊張してるんだよね、普通にめちゃくちゃ。まあ今日はナンサーの日だ。
さんって岡田ニャニャさんだったりするのかな、気になる。毛繕いです。毛繕わなきゃ。髪がなんかすごい乾燥してる。カスカになっちゃった。まあいいや、頭回ってないよな。メール送ります。おはようメール、まあ、届くのは遅いと思うけど、9時以降だけどね。私今ショールームやってて大丈夫なんだろうかとか思いながら、大丈夫か。準備した。もうめんどくさいからキャリーに全部ビャンって入れちゃった。もう最近めんどくさいから、どんな時もキャリーを引っ張っていく。もうえいって思って、もう頑張ってリュックに詰め込んだりするのがめんどくさくて。それもネックピローがあれば、ネックピローとマスクと蒸気でホットアイマスクがあれば生きていける感じかな。充電器とかも入れてる。大丈夫。まあ充電器自体の充電があるかは分かんないけど。イヤホンは、まあ持ってってるけど別に忘れてもいいやって感じ。イヤホンしてたら不安になるんだよね、周りの音が聞こえないから。周りの音を聞きながら生きていかないと不安じゃん。急に注意事項とか言われたりしてもあれだし、新幹線とかなんか車とかもさ、てか周りの音聞こえてないと不安じゃない。鍵は持ってるし、財布いるね。でもまあ別になくても生きていけるって感じかな。楽天ペイ 5% 引きなのいつまでだっけ、まあ、12月ぐらい、まあ、12月7日か。大丈夫です。楽しみに。ほう、やっぱ伸ばした。ほんとだ、15分もうだったの。早いね。あっちゅう間だったな。なんかありがとう、かまってくれて。余韻がすごいよかった。ありがとうね。ピキャロット、お金持ち先生、小パパ、せいちゃん、SS、ガナブン、N、ドット、マイキ、クルト、ショウちゃん、海、
ウレッタル、トコ、フクチャンス、ブーちゃん、月キヨビタヌキ、アオニヤシ、カツヤ、ハナサイズ、仕事中、グダバリクミヤシ、クルタン、ありがとう。それでは、私がフクダバーって言ったら、セトウチって言ってね。アオニヤシとフクダバー、セトウチ、サンドの衣装はどんな決まり、高橋家出身のフクちゃんことフクダバカリでした。皆さん、お疲れ、クワスイミズミでした。それでは、今日も一日頑張るぞ。えいえい、あー、バイバイ。ごめんね、なんかぼしゃぼしゃで バイバイ、ありがとう。